RD-119 はガス発生機サイクルで液体酸素とオブを燃焼する液体燃料ロケットエンジンである。ノズルの膨張比が大きく独特の推進剤の組み合わせにより、順低温推進剤のガス発生機エンジンとしてはかなり高水準の飛水力である352秒に到達した。エンジンの主ノズルは固定されガス発生機からの排気は エンジンの側面の4機のノズルから排出される。ジンバル式バーニアで水力制御する代わりに燃焼ガスは電気駆動のシステムでノズルが制御される。1958年から1960年にグルシコのオークブ456では r d 1 0 9を8 k 7 3計画のブロック I のために液体酸素オブ使用の R-7 を開発した。 しかしコロリョーフはこのような有毒の組み合わせを計画から締め出した。ヤンゲリのオーク部 -586 では R-12 の開発を進めていて、彼らは上段を新規開発しなければならなかった。一段目の脾水力が低かったので上段エンジンには超高効率が必要だった。ここにグルシコは RD-109 を提案して、ヤンゲリは提案を受け入れた。 複数の非常に重要なミッションで、コスモスマイナスに打ち上げ機は飛行して165機のエンジンは生産された。このエンジンは2形式の派生型がある。ありがとうございます。